はい。えー、お疲れ様です。JRA の聖夜です。えーと、まず、えー、先週はまあ、えー、日曜日はね、全く回収できなかったんですけど、外しましたけど、はい。で、一本動画あげるって言ったものの、ちょっと忙しくて、あのー、あげられてなかったですね。えー、でも、昨晩からね、ちょっと競馬の記事、4記事書いてたんで、 2300文字っていう縛りがあるんだよね、どうしても、はいあのー、検索上位狙ってる記事があって、競馬のブログがあって、それを書いてたんですけど、えー、結構大変だなっていうことで、えーっと、ちょっと本題に入りたいと思いますが、その前にですね、角調教師がね、酒帯運転で、えー、現行犯で逮捕されたっていうことでね。 あのー、管理馬とかもね、一石二になるんでしょうけど、この、確かわれわれのね、えー、ユニオンオーナーズクラブでも、隅球舎の馬、えー、僕も迷ってた馬いたんですけど、えー、その馬も、えー、どうなっていくのかなっていう心配ですね。はい まあ、その馬は僕は選ばなくて正解だったのかどうなのかわかんないですけど。はい。まあ、エポカドールの妹選んじゃいましたけど。えーっと、それではですね、えー、っと、まずは、えー、七夕賞、おなんですが、ええー、私は、あのー、当初、霊峰ロマンスじゃないかなと思いました。はい。あのうつら騎手で51キロ。 で今回、前で競馬をするっていうことですよね。あの、ここに線が消化不良なんで、えー、前目行くようなことを言ってます。はい。ですが、もう、霊峰ロマンスに本命しようと思ったんですけど、内田騎手があんまり乗れてなかった。え絶不調なので、えー、本命を変えることにしました。ただ、 あのー、昨日なんか見ますと、白ちら騎手復活の兆しはあるかなと思います。はい。えー、ですが、私はもう、まあ、サーブロールかなと思います。カバル的な暗示とかもな,ない、あんまりないんですけど、あのー、戸崎騎手とね、えー、が、このレース2連覇しているということで、3連覇。3連覇は俺はちょっと、 厳ししいいかもしれないなと思ってますこの馬の弱点というのは、え気、ー、球してから、放牧を出して気球してから、10日して、10日後のレースなんで、うん、負ける可能性もあるかもしれないですね。うん。で、穴はマイネルフロストと僕は見ました。はい。えー、マイネルフロストかなと。はい。 まあ、マイネル・ミラノあたりとかも狙いたいですけどね。金賞、雪姫と。ただ、マイネル・フロスト、そうですね。あとはワンブレスアウェイっていうところで、えー、3連狙ってみたいかなと思ってます。はい。まあ、本線はマイネル・フロストで考えてるんで、えー、マイネル・フロストとサーブル・オール来たら当たったと思ってください。はい。えー もしくはマイネルフロストワンブレスアウェイが来たら当たったと思ってください。それで、えー、行ってみようと思ってます。で、プロキオンステークスなんですが、こちらまだ正直なところ迷ってまして、えー、まだ前が行く馬が多すぎるんで、先行が多いんで、えー、その後ろに 位置するインカウンテーションとかも面白いかなと思ってるんですけど、え、生ききれればマテラスカイがゴールデン社品5着っていう実績と前奏のね、え、まあ、そうですね、叩かれて、まあ国内挑戦であれだけ圧勝もしましたしただ、 枠がね、あの、外っていうのが気になりますけど、ドリームキラリとかもうちから行きますしね。ただ、マタラスカイから入ろうかなーってい今思ってます。はい。ただ、あの、サクセスエナジーとキングズガードに関しては、僕はあの、名古屋の、名古屋馬場柿カキツ記念行ってるんで、えー、見てるんですよね。このレースを。サクセスエナジー、 松山棋士と4戦乗って4勝なんでうーんサクセスエナジーからも少々買ってみようかなっていうふうに思ってますあの組み立てるならちょっとね今迷ってますけどねあのー、本来入るんだったらキングズガードインカンテーションっていうところから安定したところが入ろうかなっていうまあだいたい 皆さん思ってると思いますけどねただ本当に行く馬が多いすぎるんでサクセスエナジーに関しては今回試験すぎですけど本格化してますしねあのカバラ的に言ったら暗示もいいんではいえ先ほどのねあのー 福島の七夕賞に関しては、あのー、旧姓で考えた場合に、僕は、あのー、6番、サーブルオールはいいなぁとは思ったんですけどね。ここはちょっと、読めないですよね、はっきり言って。マテラス界から入ろうとは思ってますけど、サクセスエナジーからも少し買おうかなと思ってます。買うんだったら、 ウィンムードと絡めてですかねはいえー、13とか313からうん、えー、そうですね波乱があるんだったらドリームキラリーナ村メラクラあたりとか絡めたいですけどねはいまあそんな感じですね今日はちょっとあの 時間あんまり取れなかったんで、まともに予想できなかったんですけど、えー、あとはドカンが、えー、最終回で終わりましたね。はい。チャンピオンですけど。もう今日はこんなところで終わります。